美容講ニュースをお伝えします。皆さん、大型連休中はいかがお過ごしでしたか？市内では田起こしの様子を目にするようになりました。ゴールデンウィーク終了の7日まで市内では次のような出来事がありました。3日、4日、美容講山麓直売センタートマトでふるさと祭りが開かれ、大勢の行楽客でにぎわいました。5日には井森池周辺で草原祭が開かれ、さまざまな催しが行われました。池の平温泉地区において災害時に民間の施設を避難所として使用することについて、5日協定書の調印式が行われました。今回はゴールデンウィーク中の市内の様子、トマトで行われたイベントを中心にお伝えします。美代港山麓直売センタートマトでは定期的にイベントを開催し、大変人気となっています。3日、4日に行われましたふるさと体験フェスタの様子をご覧ください。地元の太鼓奏者良仁さんの演奏が響く中、体験フェスタが始まりました。店内には東京からの帰省客や春スキーの帰りというお客様が目立ちました。出始めたばかりのコゴミ、ウド、アマドコロ、コシアブラなどの山菜や行者ニンニクの苗など珍しいものも所狭しと並べられていました。地元大道原の生牛乳も無料で振る舞われ、朝搾ったばかりの濃厚な味わいを楽しんでいました。まあ搾りたて美味しいです。これからまあ、ここ見た後にまもう一回スキーに行けたらいいなと思ってるんですけど。フェスタでは体験コーナーもあり、子どもたちが参加していました。こちらは搾りたての牛乳からバターを作る体験講座です。材料を30分ほどシェイクしてできるバターは無添加で、素材のうまみが味わえます。子どもたちは出来たてのバターを早速クラッカーなどにつけて味わっていました。ちょっと滑らかで美味しい。炭火でパンを焼くコーナーは、焼き上がるとその場で楽しめるとあって、親子でチャレンジする姿も見られました。すごい楽しいですね。こう焼きたてのパンとか作りたてのものをそのまま子どもと一緒に体験できて。毎年恒例の紙飛行機飛ばし大会は今年で5回目となります。自ら飛行機を作り、長く飛行した方が勝つ大会です。工夫を凝らした飛行機を作るなど、皆さん真剣に取り組んでいました。いろいろ子ども参加できるあの行事もやって、まあ、美味しい食べ物を地元のやつも食べれていいんじゃないでしょうかいいですね。あのいろんなイベントやっていただいて、はい、楽しみにしてます。午後からは餅つき大会が行われました。今では牛と杵でつく餅つきは珍しいようで、子どもたちが次々に体験して美代港のふるさとの味を満喫していました。なおトマトでは6月2日3日に山菜祭りを予定しています。ゴールデンウィーク中はこちらも行楽客や帰省客でにぎわいました。大型連休後半の4連休、上信越自動車道は行楽の車で混み合いました。特に県外ナンバーの車が増えるのも新緑の美しいこの時期です。この上信越道と一般国道18号線の両方で利用できる道の駅新井も、旅行者のオアシスとして毎年多くの行楽の車でにぎわいます。全国売上ナンバーワンに輝いた道の駅新井、毎年レストランはもちろんですが、鮮魚店、
野菜の直売場などもにぎわいます。ここ数年、キャンピングカーやキャンプ仕様に改造した車で各地を巡る行楽客が増加しています。駐車場ではキャンピングカーで各地を巡り、帰り際に道の駅洗いで美代子さんの新鮮な山菜や鮮魚を買って帰る姿、休憩中ペットとくつろぐ方が見られました。その多くは関東、関西方面ナンバーです。そしてシニア世代のドライバーが多く見られました。ご旅行はどなたとご一緒ですか？いや、家内と犬3匹富山が実家なもんですから、そこに行ってそこでゆっくりして今帰るところなんですよ、ね。道の駅新井、ご利用されていかがですか？あ、ここはね、私必ず寄るようにしてるんですよね。魚もいいしね、野菜もいいし、まあ変わったものいっぱいあるんですよね。だからここに寄るのは楽しみ。やっぱり犬と一緒ですからね、旅館には泊まれないんですよね。だからこれはキャンプ仕様になって、泊まれない時はここで犬と一緒に寝るんですよ。28日の夜出てきてるから、それでもうずっと能登半島回ってこれからゆっくりとのんびりと帰ろうかなと思ってるんですけどね。キャンピングカーのご旅行の醍醐味っていうのはどういったところにありますか？気ままな旅、はい、時間に制約されない、宿とかなんかだとやっぱり食事の時間とかそういうのがあるでしょう。そういうのがなくて、はい、やっぱり地元の美味しいものが食べられる、こういう道の駅とかね、そういうところによっていろいろ好きなものを食べられるっていうあれはありますけどもね、道の駅新井の魅力っていうのはどんなところにありますでしょう？やっぱり高速道路と一般道のあれ、はいはい、オアシスみたい、ハイウェイオアシスみたいな形になってて、はい、やっぱりいろんな地元のものもありますからね。それで野菜なんかも結構ありますから、そういうところもいいんじゃないかなと思いますけどね。能でね、カニをたくさん買ってきて、そんなのごちそうになったりとか、あとお魚も買ってきたね。そんなのごちそうになったりしてる。あとここでは小麦とか、そういうのをちょっと買って、味噌和えにしてみたりとかね。日程などに縛られず、気ままに各地を巡る人たちをはじめ、ふるさとへの帰省、家族旅行中の休憩の場所として、多くの人でにぎわった道の駅新井でした。以上、ゴールデンウィーク中の市内の出来事をお伝えしました。次回の更新もゴールデンウィーク期間中の話題をお伝えいたします。5月3日に厳かな雰囲気で行われた飛騨神社例大祭と4日の神輿巡行の話題です。新しくなった神輿が地区を巡行し、獅子舞も見られました。飛騨神社の例大祭は今ではあまり見られない古式にのっとった祭礼です。次回の更新をお楽しみに。なお、次回は12日更新の予定です。それではこの後第2部でお楽しみください。